ナック感覚で自然ともう一回やってますけど、これで終わりぐらいにしようかな。ちょっとこういう、なんて書いてある、多治見って書いてある気がするな。あの、たくさんチャレンジできるからのやつね。何市って何県みたいなのの数挑戦できる。こっからは無理かな。これ以上は。多治見市ってこと以外にわかるかな。そう、だからもう市を当てて、市を見つけて、あとはもう何県っつって地図を見に行って何市か当てるっていう、何市どの辺にかっていうのを当てるっていうことしか多分できないです、1分だと。はい、どうするこれ。属性とかがね、さっぱりわかんないんで。そうだよね。どうだ、何もわからんな、これは。お、ラッキー。やばいな。あったあったあった、よかったよかったよかった。ちょっと話さなきゃいけないんだけど、どっちだ。よし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 。ちょうどだったな。もうちょっと遠かったら見つけられてない。この看板。今のは最上司で言ってます。あの、11号というよりは。11号って言いながら言っちゃったかもしれないけど。南14、西18。札幌だと踏んでるんだけど、違うかな。で、伏見会館とはというと、隣かも。いや、どうだ、隣だった、こっちか。もうちょいだな。札幌なら1分いけるかもな。うん、はい、5000点ね。岩手山、5000は、ああそういう風に走って、226、ああ岩出山、はいはいはい、岩出山駅があるのか。あとは47号線消えた。同じこと書いてあった。あーでもこれあれだな、
これか。47号線と108号線が一緒なのね。もうちょっとやれたかな。うん、なんか特定はしやすそうだった。これって俺わかんないんだよな、こういうの。あのでもこれじゃないの、伊良部大橋じゃないの、これ違うかな。あ、わかんねえ、こうやって。だって1分だとさ間に合わなくない？間に合うのかこれ。なんか書いてあんのか、伊良部大橋って。ね、北向いたらちょうど北の東の端が見えてる。頼む。はい、まあ、ファインプレーということで、はい、お願いします。伊良部大橋でやってました。24706、24706？ 良すぎるな。めちゃくちゃ良かったです。はい、まあ当たりを引いたね、結構。でも5000出てないのか。うん、ここは、あ、そう、ここはあれか、5000いけたやつか。はい、まあ自己ベストだし、割とめちゃくちゃいい成績じゃないかなと思います。こなー精査できんのだよな。でもまあ逆に RTA で出たら辛かったかも。1点ぐらい引かれそう。まあといった感じの遊び方もあります。はい。